こちら浦安情報局、こちらの時間です。さて後藤さん、ソラカフェって知っていますか？もちろん知ってますよ。市役所の食堂ですよね。そうです、市役所10階にある食堂なんですが、そこで宴会ができるのは知っていましたか？いえ、それは知りませんでした。ソラカフェでは事前に予約をすれば宴会ができるんです。時間は午後5時から午後9時までの間の2時間。対応人数は4人以上で最大56人まで利用できるんです。詳しくは浦安市公式ホームページをご覧ください。10階から夜景を見ながら宴会を楽しむのもいいですよね。今度機会があったら利用してみましょうね。賛成。それではまず市内で活動している団体を紹介する浦安ナウから行ってみましょうか。今回はこちらの団体です。はい、サンフラワーと申します。今は28名ですね、はい、ここにありますように、昨年30周年を迎えました、はい、特に練習メニューは持ってないんですけど、皆さん自分でやりたいことをまずやっていただくということと、あと相手を決めてこういうのをやらせてということでやってますね。毎週土曜日に、富岡公民館で、基本的には11時から15時。今ちょっと公民館はなかなかリザーブしづらい状況なので、時間前後したり、あと場所も今高須公民館とか宮間を使って、毎週とりあえず毎週土曜日なんとか活動しています。今4時間やってるんですが、前半の2時間だけやる人と、後半途中からいらっしゃって後半2時間される人、それから4時間プールにされる人とか、まあ、バラバラですね。皆さん自分の時間に合わせて練習されてますね。私の方に連絡をいただければ、時間なり集まる場所をご連絡させていただきたいと思っています。皆さん卓球やりましょう。待ってます。待ってます。辻さん、私先日暑い日に外を歩いていたら、なんか暗ってきて危なかったんで日陰で休んだんですよ。え、大丈夫でしたか？はい、ちょっと休んだら楽になりました。それはもしかして熱中症だったんじゃないですか？やっぱりそうですかね。8月に入ってからも真夏日が続いたり猛暑日があったりしましたからね。そういえば連日のように高温注意情報も出ていましたね。後藤さん、油断していましたね。はい。今年はまだ暑い日が続くそうなので、熱中症対策について改めて確認しておきましょうか。ぜひお願いします。まずはなぜ熱中症になるのか。人の体は常に熱を作り出す一方、汗をかいたり皮膚から熱を逃がすことで体温の上昇を抑えているのは知っていますよね。はい。でも気温や湿度が高いと体温の調整機能がうまく働かないんです。そして体内に熱がこもって体温が高くなって熱中症になるんですよね。その通り。ではどんなところで熱中症になりやすいのか。暑いとどこでもなりやすいんじゃないですか？もちろんそうなんですが、普段の生活の中でも熱中症になることがあるんですよ。後藤さん、どんな時か分かりますか？例えばエアコンや扇風機をつけないで閉め切った部屋の中とか。その通り。それからお風呂場など気密性の高い場所でも注意が必要なんです。さらに寝ている時、それと自転車に乗っている時も熱中症になることがあるんです。お風呂とか寝ている時とか自転車に乗っている時とか油断してますよね。そうですよね。
熱中症は日常生活の中でもなってしまうんです。ということは本当にどんな時でもしっかりと対策をしなきゃいけないということですね。そういうことです。ではどのような人がなりやすいのか。誰でもなるんじゃないですか。もちろんそうなんですが、乳幼児や高齢者、肥満の人、必要以上に衣服を着ている人、普段あまり運動をしていない人、暑さに慣れていない人、そして病気の人や二日酔い、寝不足などで体調を崩している人などがなりやすいそうなんです。特に心臓疾患や高血圧などで飲んでいる薬やお酒などは脱水を招くことがあるので注意してください。暑いとビールっていう人も多いでしょうから気をつけないといけないですよね。その通りです。それでは年齢別に見るとどの年代が多いか分かりますか。やっぱり小さい子どもたちなんじゃないですかね。実は最も多いのが65歳以上の高齢者、続いては成人、そして子ども。そういえば高齢の方は家では電気代がもったいないからってエアコンなどをつけないで過ごすって聞いたことがあります。そうなんです。我慢してしまったり、高齢になると暑さを感じにくくなったりということもあるようなので、周りの人が注意することが大切なんです。また小さな子どもも注意が必要なんです。どういうことですか。晴れている日は地面に近いほど気温が高くなっているんです。通常気温は150センチぐらいの高さで測るんですが、その気温が32度の時、子どもを想定した50センチの高さでは35度を超えることもあるんですって。さらに地面近くの5センチになると36度以上になるそうなんです。そんなに変わるんですか。大人が暑いと感じているときは、小さい子どもはさらに高温のところにいるということを忘れないでくださいね。さて、症状が悪化すると命に関わることもある熱中症ですが、予防する方法はもう分かりますよね。もちろんです。それではもう一度確認していきましょうか。はい。暑い日は決して無理をせず、外を歩くときは日陰を歩いたり、日傘を使ったり、帽子をかぶるようにしましょう。室内ではすだれなどを使い、差し込む日差しを遮るようにしましょう。また風通しを良くし、無理をせずエアコンや扇風機を上手に使うようにしてください。そしてこまめな水分補給が大切です。喉が渇く前に水分を取るようにし、寝る前と起きた後やお風呂に入る前と出た時は水などを飲むようにしてください。水分補給で気をつけなくてはいけないのがお酒です。そうです。お酒で水分補給をしようとする方もいるようですが、アルコールは尿の量を増やし体内の水分を排出してしまうので、水か麦茶を飲むようにしてください。そしてたくさん汗をかいたときはスポーツドリンクなどで塩分も取ることが大切です。もし熱中症かなと思ったときは、早めに涼しいところで体を冷やし、水分と塩分を取るようにしてください。暑いときは図書館や公民館、市役所など涼しい施設や場所を利用し、熱中症を予防するのも一つです。浦安市の公式ホームページにも浦安のクールシェアスポットが載っていますので、ご確認ください。熱中症で倒れたりしたら怖いですからね。ちゃんと対策しないといけないですね。そうですよ、後藤さん。気をつけないと口裏を欠席することになりますからね。はい、気をつけます。さあ続いては食卓はシェフの味。今回は好評だったオリエンタルホテル東京ベイ長田岳ペストリーシェフの暑い夏にぴったり練乳のかき氷です。 VTR どうぞ。
今回はですね、夏に向けてさっぱりとしたデザートをご紹介したいと思います。練乳のかき氷と、パッションマンゴーソースをかけたデザートになりますので、ぜひお家で試してみてください。まずかき氷の氷の方ですね、材料がお砂糖、あとお水で、こちらでまずシロップを作っていきます。鍋にお水を入れてお砂糖を入れてください。砂糖が、結晶がなくなってきましたら練乳の方加えていきます。熱がついたところで牛乳ですね、牛乳と合わせていきます。冷凍庫に入れまして、よく固めて氷の方は出来上がりになります。ソースの方を作っていきたいと思います。こちら材料、お砂糖、お水、パッションのピューレと、あとマンゴーのピューレになります。ではお砂糖、あとお水ですね、もうこれは混ぜるだけで置いといてもらって出来上がるソースになります。パッションピューレ、少し酸味が入った方が、氷の方が練乳が入ってて甘いのでさっぱりとしたかき氷ができる。あとはマンゴーピューレですね。はい、ここでよく混ぜていただいて準備が完了です。盛り付けの方はフレッシュのマンゴーと、今時期ですのでパッションの方ですね、と練乳、ミントでしっかりと固めた氷になります。こちらマンゴーを並べます。削っていきます。上にもマンゴーですね、あとはソースをかけます。フレッシュのパッションピューレですね、これを加えることでさっぱりと食べれます。飾りに彩りでミントですね、ヨーグルトのシャーベットを上に乗せます。練乳の方で甘さを足していきます。はい、こちらで完成になります。ところで後藤さんは市内でどこか好きな風景ってありますか？そうですね、私やっぱり入船の堤防の海沿いですね、あそこはもうずっと景色が変わらないんですよ。私は浦安橋から眺める旧江戸川の風景が好きなんです。屋形船が並んでいるのが風情があって、なんだか懐かしいような気持ちになるんですよね。さあ続いては浦安の素敵な場所を集めた浦安百景をお送りします。まずはこの鳥のオブジェがある風景、どこか分かりますか？どこでしょう。実は入船中央エステート自治会館近くにある地名や場所などを書いた表示板のてっぺんについているものなんですよ。あれか、あの辺はよく通るけど今まで気がつきませんでした。普段何気なく生活しているとあまり気がつかない風景って意外にたくさんあるんですよ。ずいぶん緑の濃い木ですね。これはメタセコイア、入船の境川沿いの並木道なんです。新町地区の風景の特徴はマンションとヤシの木、リゾート地みたいですよね。といえばやっぱりこの風景、海ですね。いろいろな船が見える風景です。あ、魚だ。そして境川、境川の風景は新町と元町では全く別の街に見えますよね。
あ、スカイツリーも見える。鉄工通りのこの道をまっすぐ行けばスカイツリーにたどり着きそうですよね。高須の緑道、なんだか南国に来たみたいです。これはどこの風景ですか？実は橋の上なんです。このオブジェがある秋葉橋の風景なんですよ。あ、サルスベリの並木。そうです。浦安では思いのほかサルスベリを見ることができるんですよ。ここは公園ですか？ここは日の出の墓地公園近くの緑道。この辺りは新しい住宅地なんです。ここは海が見える公園。前に来た時は海側から見た公園ですね。そうです。ここは日の出のようですが、日の出小学校前の歩道ですよ。公園にある木、でもよく見ると2本の木になっているんです。猫ザネ川沿いの鉄塔ですか？そう、その下には入船の境川沿いと同じメタセコイアの並木。こうして上から見るとずいぶん長い並木なんですね。この風景を見ている場所、若潮通りから市川市へ抜ける潮見橋の上なんですが、市川市との境からはこんな風景が見えるんです。首都高湾岸線の上ですよ。浦安のランドマーク、市役所だ。高速道路から新浦安方面を見ると森の中にマンションが建ってるみたい。境川沿いにテラスですか？江川橋のたもとの憩いの場なんです。こんなに涼しげな風景があるんですね。ここは東大島の船入玉堂。目線を変えると風景も変わるんです。あ、カモメだ。旧江戸川の風景ですよ。ですか？ここも旧江戸川沿いですよ。確かに堤防がありますけど、こんなに大きな木ありましたっけ？この付近ではこの1本だけが生えているんです。
ここも浦安ですよね。もちろんそうです。足などの向こうには旧江戸川。昔の浦安でもこのような風景を見ることができたんですかね。もしかしたらそうかもしれませんね。前浜の桜のトンネル、春はピンク、夏は緑、色でも景色は変わるんですね。これはどこから見た風景ですか？ここは入船橋の上です。ここからも市役所を見ることができるんですね。私が知らない場所も出てきてびっくりしました。そうですね、浦安にこんなところがあったんだって改めて発見することができましたよね。さあ次は市内で行われたイベントなどをご紹介します。 VTR スタート。8月5日には中央公民館で夏の歌声コンサート。これは大きな声を出して心も脳も体も活性化させよう、昔から親しまれてきた懐かしい名曲をみんなで歌おうと行ったものです。会場には多くの方が集まりました。演奏は公民館などで合唱指導をしている平田先生。歌はメゾソプラノの中澤先生。まずはシューベルトの曲。中澤先生の歌声を聞きました。続いては会場の皆さんと一緒に2曲歌いました。1曲歌ったところで上手に歌うための指導も。もう1曲は練習してから皆さんで一緒に歌いました。次は中澤先生の独唱。日本の唱歌を3曲披露しました。最後は永六輔さん作詞の曲を5曲、多くの人が知っている曲を歌いました。素敵な歌を聴いて大きな声で歌って、この日会場に集まった皆さんは身も心も癒され、すっきりした表情をしていました。8月7日には富岡公民館でお父さんと科学をしよう親子パン作り。これはパンがどのようにできるかを学びながら美味しいパンを作るものです。講師は子どもたちの育成を支援しているヤングドアシストの皆さん。作るのはメープルシュガーのクランブルとコーンパンです。作り方の話を聞いて早速作業に入りました。まずはクランブルの下準備。
メープルシュガーや薄力粉、冷たいバターを一緒に入れてバターを切るように混ぜます。その後くるみを入れました。準備が終わったら生地を作っていきます。強力粉やスキムミルク、イースト菌などを入れて混ぜ、さらに卵やお湯を入れ混ぜていきます。塊になったら取り出してよくこねる。隣で作るお父さんの真似をしてこねました。滑らかになったら生地を2等分にして、一つはコーンを入れます。そして発酵、湯煎でおよそ30分。イースト菌の力でパンをふっくら膨らませます。パンを作るにはこの発酵や溜まったガスを抜いたりすることが大切です。2回の発酵を繰り返し、クランブルを乗せたり、コーンパンにはマヨネーズを入れたり、オーブンで焼いて、美味しそうなパンが完成しました。こんがり焼けたパン、試食です。お父さんと一緒に作ったパンの味は、夏休みの思い出の一つになったのではないでしょうか。8月14日と15日には浦安小学校で恒例の納涼盆踊り大会。これはふるさと作りの一環として浦安市自治会連合会が行っているものです。今年は市政施行35周年の記念大会。始まる前には子どもたちが太鼓の体験。この盆踊り大会で太鼓の音頭を取る浦安太鼓連の皆さんが指導しました。施行35周年記念の浦安市盆踊り大会を開催いたします。開会式では自治会連合会佐久間会長と松崎市長が挨拶。記念すべき年でもあります。浦安市婦人の会連合会の皆さんが中心になり、盆踊りがスタートしました。この盆踊り大会のキャッチコピーは、親から子へ、子から孫へ、つなごう踊りの輪。元町から中町へ、中町から新町へ、つなごう浦安の心。浦安の納涼盆踊り大会が始まったのは、自治会連合会が発足してから10年後。初めての主催事業として1973年に第1回大会を開催。今までに40回以上続いている歴史ある大会です。今年も会場には多くの人が集まりました。踊りの輪も次第に膨れ上がり、大人から子供までみんなで踊りました。浦安の夏の風物詩、納涼盆踊り大会。大人たちはお盆のひとときを楽しみ、子供たちはふるさとの盆踊り大会で夏休みの思い出を作ったことでしょう。いかがでしたか。今回のこちら浦安情報局こちうら、次回はご覧のラインナップでお送りします。夏休みも終盤です。そうですよね。後半に入るとついついあと何日か休めないって数えちゃうんですよね。皆さん悔いの残らないようにしてくださいね。でも事故などには気をつけてくださいね。それでは次回もお楽しみに。